今日は病院の日だったので帰りに病院の前に来る移動パン屋さんでパンを買いました。ザクメル、ザクメル、クランチと中にキャラメルのクリーム、ソースが入ってるって言ってました。もう一個は名前が気になったので買ったんですけども商品名リアルおっぱいといって白いパンなんですけど、ここちょっと出ますとなんか気持ちの乳首がリアル、リアル、いちごフレーバー生クリームって書いてあるけどさこんな感じ。リアルだ。なんね、色ね、色じゃない、デイジーやなんだけど、粉向きのおっぱいとさ、粉向き、粉向きがリアルあるよね。なんでこの色テカテカ具合似合いますね、うん、これから食べる、うん、今からオペを始めます。メス、なんか痛々しいんだけど、めっちゃリアル。乳頭乳首縮小手術。うわあれ、なんかクリームじゃなかった、いちごクリームじゃって言わなかった、いちごフレーバー、これがいちごなのかなね。なんかどっか柔らかいのがあるね、生クリームじゃないけど、うん、もう乳首処分したっけ、処分した、これ売れてるのかな1個入れたの、ラス1、うん、あ、これぐらいクリーミーだね、うん、どこにクリームがあるのかな、カスタードじゃなくてミルククリーム、ミルククリーム、うん、おっぱい食べちゃった、いや、やっちゃってよ、うん、もちもちで美味しいね、お、サクサクだった、びっくりした、意外だった。じゃーん、キャラメル美味しそうじゃない、見て、うん、ねえ、どうしたら取れる、取っていい、うん、取ってもらえる、これ美味しいと思って、普通にキャラメル、キャラメル、すごいね、キャラメルね、ハイシュー、ハイチュウのキャラメルじゃない、ハイチュウにキャラメルだった、うん、まだキャラメルに到達してないって、うん、遠い、とりあえずぐちゃぐちゃってここら辺がキャラメルにたどり着かないんですよ、うん、あともう少ししかない、うまいね、これはね、これいつもさ、あのアイス思い出すってクランチ美味しいよね、あのさ、歯に火つくキャラメルならさ、でも同じの考えてる、あのハイチュウみたいなでしょ、この四角いの、うん、歯に火つくやつ、ミルキーウェイ、うんうん、四角いのお菓子のキャラメルの味がする、うんうんうん、ね、美味しいよ、うん、これは甘党さんにおすすめだね。今日は5月25日月曜日、3ヶ月検診に行ってきました。早いね、早いってよ、病院行ったからさ、まず玄関のところでさ、3人ぐらい人が立ってるわけ、熱測ったりとかピッてやるやつの体温計でさ、あれ熱測って問題なく中に入ってさ、うん、ソーシャルディスタンスってからさ、ソファーのさ、うん、シートにバッテン、何もない、バッテン何もないみたいな感じで、座っちゃいけない場所、座る場所みたいなのがちょっとやられた。で、患者さんも少なくてさ、ああこれは多分比較的早く呼ばれるなみたいな。だって2時から診察でさ、もう1時40分にはいたからさ、うんうん、これはいい感じでしょと思ったらさ、うん、1時間ぐらい呼ばれなかったって。で、3ヶ月か、うん、まず、パッて脱いでからさ、うん、胸の状態見てから、あ、傷綺麗だねって言ってからさ、うん、うん、そうなんです、ここをとっても綺麗なんです、ここをちょっとボコボコしてるんですって言ってからさ、今日は傷はあとは問題なさそうで、ここの修正の件どうするみたいな感じで聞かれてからさ、ここの方を切ってから脂肪を取ってこの胸のこの形入れることもできるよう実体験、別に今現状のあれで不安は得意ないしさ、うん、高低差はあるけど筋トレでどうにか多分カバーできる範囲だろうなとかさ、うん、この高低差気になるんだったら脂肪をどっかから取って、なんか今回おへそのところからお腹の脂肪を取って、ここの部分しょっちゅう脱ぐ人だったらね、うん、なんかここの骨
こっちは粉なってるけどさ、結構見たらわかるよ。あ、ちゃんと見たらよ、ここ粉なってるけど、こっちはなんかペタってなってるから、ここに入れて、なんかこうやるっていうのもできるようにしたけど、いや、別にいいですって言ってからさ、じゃあ手術修正入れないんだったら半年待つ必要ないから、この乳輪乳頭の手術やるって言ってから、うん、あ、はい、やりますって言ってからさ、じゃあいつがいいかな、希望の日あるって言ってからさ、どうせ 3,4 ヶ月ぐらい待つだろうなと思ってから、ないですって言ったわけ。そしたらさ、じゃあ6月30日って言ってからさ、うん、え、1ヶ月後みたいな、うん、と思ってから、もう仕事のシフト休み希望とかも出してるしさ、 あまりにも急だったし、心の準備が止まってから、うん、なんか6月以外でしたからさ、7月の10日と14日だったら抑えられるって言ってから、それ以外の日はコロナの影響で手術室件数制限かかってるみたいで、じゃあ14日はもともと仕事休みだから14日にしますって言ったわけ。それにしてもすぐだね。早かったよね。びっくりだね。うん、誕生日の次の日手術、38歳乳首がなくなる。なくなりはしないさ、小さくなる、立たなく、手術前禁煙説明同意書、うん、禁煙またやってねっていうのと、あ、同じ先生じゃない、先生一緒でしょ、ね、今回の手術が前回、これなんて呼ぶのかな、胸壁胸壁男性化手術っていうのかな、行いましたが、乳輪乳頭の血行が良かったために縮小術を行いませんでした。検査手術の必要、胸壁男性化術を完遂させるため、また改めて乳首のこんな感じで切って、塗って、これぐらいのこんな感じの乳首にしますよっていう説明です。で、今回もタバコは1ヶ月前にはやめてくださいっていう話ですね。血行をちっちゃくすることによってさ、さらに血行悪くなるからさ、乳首が取れる可能性が高いから、ポロポロリ、タバコ吸いまくってからね、今ね、なんか増えてると思う。だってさ、お休みだからさ、暇だっけ、暇なんですよ。じゃないと食べ物に走るからさ、次診察特になくて、次病院行くときにも手術の日で、手術が7月14日で、11時30分までにご家族同伴で外来にお越しください。誰か連れてきてって、私、日帰り手術になるんで、うん、手術しないでくださいってこと、麻酔するからね。朝の10時まではご飯食べたり飲み物飲んだりしていいけど、10時以降は絶飲食、ご飯も飲み物もダメで、おそらく午後から手術で、手術自体が1時間半ぐらいの手術で、同じ前みたいな手術室、あの大きいところに行って局所麻酔でやるんで、この辺に注射だけして意識がある中で手術をするそうです。怖いよね。でもあれじゃない、こっちからよくテレビでさ、うん、こっちからって見えないみたいな、見えなくた、見えなかった、見えなかったでさ、何も見えないところ、自分1時間半何しとくの、まばたきしとくだけもらって、ね、っていうのもさ、まだ人が動いてるの見えた方がいいかなと。で、痛みは人によるって言ってたけど、多分ちょ注射だけが痛くて、まあ、あの麻酔の注射だけ痛くて、手術中は多分痛くないはず、感じないでしょ、うん、料金が前回の手術の時は1ヶ月前に振り込み用紙で支払いだったのが、今回は直接当日に現金支払いになります。18万ぐらい見積もっててって言われたから、当日は保険証と病院の診察券とキャッシュカードだけ持っていこうかなと思ってるんで、手術して、でしばらく病院で体調の様子見て、大丈夫だったら帰宅と OK が出るらしい。で、今日のお会計が740円で、自分は傷病手当の申請の文書作成お願いしたの取ったから、今日300円、うん、取ってきた。それが300円で1040円かな、今日の支払いは。うん、筋トレとかしていってるじゃん。あ、筋トレはしていいけど きついんじゃないって言われてから、きついっすって言ってから、うん、だから今プランク、うん、とあなんかダンスの有酸素的な、で、女先生にこの辺がたまにズキズキ、ズキズキズキってたまになるんですけど、これなんすかって聞いたから、術後半年ぐらいそれは続くらしい、痛みみたいな、で触ってる感触そんなないのにさ、痛みがあるからさ、中からズキズキズキって、でこの
何だったカテーテルじゃなくてドレーンかのところのここの手がやっぱまだなんていうの上がってはいるけど突っ張る感があるのも術後3ヶ月目が一番ここがなんか縮こまってる状態らしくてそれなら突っ張ってる感があるんだけどこれはもうストレッチしながら伸ばしていくしかないかなって、うん、でもこうやって手あげたりとかしてやってって言った、うん、38歳2日目はすがすがしい気分かもしれない。あ、ガーって寝てると思うよ。痛いかな。でもなんか今度はなんかえぐり取るとかじゃなくて切るみたいな感じだと思うからさ、そんな感じじゃない。てことで今日は何ね、おっぱい、おっぱいのパンと違う最近なかったパンの4月5月号4月5月号は乳首つながりでパンのレポート、入院中に食べようと思ったパン屋さんのパン、あー、トラック、うん、を今回食べてきました。ではまた。あ、一個思い出した、うん、お腹のさ、ちょっと太ったからさ、コロナ太りで太ったからだけどさ、おへそのところの傷がこんなって縫われてさ、縦長のおへそがこうなっちゃってからさ、こうなってたさね、4月の後半ぐらいからこうなってるところの上に薄い皮膚の膜ができて、うん、今1枚みたいになってて、こうあったおへそがさ、今なんか これぐらいの大きさに変わった。なんか縦長が小さくなってきた。ヒューマンネイチャー、うん、じゃまだなんか赤いから、まだ赤いけど1枚の皮膚みたいになってる。すごいよね。時間だったらもっとなんか自然になるんじゃない、うん、どっから皮膚来た、これすごいと思ったって。思うのね。ではまた次回お楽しみに。バイバイ。